札幌市はワクチン接種に関する予算をおよそ106億円と見込んでいましたが今月1日時点で1.6倍のおよそ173億円まで膨らんでいるということです集団接種会場の増設などを早急に進める中で経費がいくらになるのか総額を確認しないまま契約を進めていたことが原因でワクチン接種自体への影響はないということです 今後も会場費や人件費などの支払いがあることから総額で200億円を超える補正予算案を市議会に提出する予定ですが財源は国が負担します。